送席、2放送席、ヒーローインタビュー、今回バースデーさんとのコラボで即完売、なんと5秒で完売を商品を編み出した奈々さんにお越しいただきました。おめでとうございます。適当じゃん、5秒は。それでは今の率直な感想をどうぞ。最高です。まずはバースデーさんとの初コラボということで、念願だったディズニーの絵を使った洋服ですが、どんな気持ちで作りましたか？え、ずっとこれでやんの？どんな気持ちで作ったか、今のファンの、見てくださってるファンに一言お願いします。最高です。また今回ですね、前回の動画で1時間超の動画で、売れるかわかんないからハワイに逃亡するというお言葉がありました。そんな中で、このティニーの着ているトレーナーがなんと発売前にいいねが6000ですかね、6000いいね、その感想とあとは率直な感想をお願いします。最高です。それでは、今回の動画ですね、皆様に、買えなかった皆様にあるご報告があるということですが、どんなご報告か今アップしてもらってもいいですか？受注販売が決定しました。受注販売？何これ、ずっとこれでやるわけ？ということで、動画の冒頭にヒーローインタビューがありましたが、ちゃんと説明やってね。最高ですのさ、知らない人からしたらさ、私すごいなんかさ、つまんない人になってるから。ああ、最高ですっていうのはあの巨人の今の監督の阿部選手から始まって。そうなんだ。そうだよ、岡本がやってるだけ。でも真似したんだよ、あれ。あ、へえ。WBC のさ、最高ですでしょ、岡本のやつしか知らない。あ、それ真似したの、あの阿部の真似した。岡本撮っていいんですか？もう撮って、あ、いいよいいよ。ということで、今回は謝罪動画になります。今回、はい、皆様に謝らなければいけないことがあります。はい、まあ、動画の冒頭でもあった通り、バースデーさんとのコラボで、ナナプロデュースのね、商品があまりにも売れすぎて、カートに追加したのに買えなかったはまだわかるが、買えたのにキャンセルの連絡が来たみたいなど、まあ、様々な意見やご連絡が、ナナの方に届きまして、残念な思いをしてしまった方もいらっしゃると思うんですけども、っていうことですよね。はい、今回、受注が決まりました。まあ、今回はまず、その宣伝とかではなく、ご報告。もう、これが出てる時には、もう、ナナのインスタで、告知というか、発表はしてるから、もう今回は、俺たちが勝手に動画を撮ってることで。雑談というか、まあ、はい、思い、感想というか、を、ただ話すだけなんですけども、まあ、本当に私は売れるか、すごい不安だったじゃん、マジで。なんか、もう、前言ったみたいにさ、もう心配が荒れ狂ってたじゃん。もう今、俺、心配と動画撮ってるかと思ったわ。一生心配だったわけなんですよ。わかんないじゃんよ、だって、うん。なんですけども、バースデーの中でも他のものと、まあ同じ発売日っていうのもあったんですけど、まあ本当に今回はなんかもうサーバーが落ちまくって、もうなんかエラーが出まくって、私もやってたんですけども、何回も弾かれて、でまあ店舗の方でもなんか結構戦争みたいな感じで結構書いてる人とかもいて。いや、そう、友達にね、写真送ってもらったんだけど、なんかありがたい反面、怪我してない反面って感じだよね。 X 級ツイッターのトレンドなんだよね。なんかまあ嫌な思いをした人もいるかもしれないなということで、今回受注が決まる、今回受注が決まりました。何回言うんだよ。で、あまりにもこちらの、まあ、大人のティニーとか、まあ、一番が多分これだったかな、大人のティニーだったかな。なんでだろうね。まあ絶対にないからかな。うん、っていうのと、やっぱり子供とお揃いしたいっていう方も多かったし、ティニー喜んでる。それで、もう速乾すぎて、こちらが。さすがにね、買えない人が多すぎたっていうので、皆さんのね、たくさんのお声もあり、受注が決まったんですけども。何を話しましょうか？まあ、受注決定した商品をお見せすればいいんじゃない？見せますか？はい。まあ、一応私のインスタの方で。あ、まあ、詳しくはインスタを見てください。画像それに全てあるんでね。はい、載せてるんですけども。あとあれだね、発送が12月中旬っていうのだけ、気をつけてくださいって。そう。発売日に変えた人は、多分もうちょっと早く、いつだったかちょっと忘れちゃったんだけど、届くと思うんですけど、今回、受注で買った方に関しては、ちょっと12月、中旬頃になってしまうので、うん、まあでも私本当にこれとかさ、マジでクリスマスに超着たい感じじゃない？白赤だしさ、うん、なんかさ、いいじゃん。うん、紹介していきましょう。キラーン。まずこちらですね。意外にも人気ナンバーワンということで、こちらの大人サイズも受注するんですよね。はい。受注だから絶対買えるんだよね。受注だから、まあその期間に注文していただければ。絶対俺受注でさ、買ったことないけどさ、期間に買えば絶対買えるんだ。で、子供サイズも
でこれ黄色と白、全サイズ、大人サイズと子供のサイズ、全サイズ受注になります。はい、大人サイズ、これ今着てるのが L サイズですね。まあ173センチで本当にギリって感じかな、メンズは。うん、でもまあ、あの手は結構余裕がある。そう、なんかね、ダボっとはしてるんだけど、ちょっとだけショート丈っていうのもあって、うん、あとこちらの雲柄の、こちらの大人サイズ、これ私今 L サイズ着てるので結構でかいです。ごめんなさい、失礼しました、テニーさん。こちらの L サイズ、あ、これ ML サイズですね、大人の。と、子供のこちらも全サイズですね。と、そのベビーのこちらのロンパースも受注になります。はい。で、まあ、雲柄関連で言ったら、こちらのバッグも、これね、そう、私たちもね、買えなかったんだよね。うん、オンラインで買えなくて、初日に。まあ、この1個は持ってるんですけど、まあ、1個じゃ足りないじゃん、普通に。めちゃくちゃ使ってます、あと2個ぐらいさ、持ってた方がいいよね、多分。もう自慢してるかのように俺使ってるよ。確かに。しか持ってないからね、うん、もう届いてないから、みんなの手に。これオンライン限定だったんですよ。そう、それも今多分まだ発送とか届いてないので、もう世界に今一人だけ使ってるので、今自慢かのようにこれを持って舞浜を、これ使ってる人を見かけたら僕です。そう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 。で、これ私たちもまあ保存用と、まあ2人で使う用で、あと 2、3個ぐらいあってもいいかなって思ってるので、受注しようかなと思ってます。あと、雲柄のパジャマがこちら2種類ですね。2種類というか、まあサイズ違いで、こちら。まあこれさ、詳細はさ、前回の YouTube で話してるし。これって感じで、ね、これでやっていきますね。こちらのパジャマ。これも大人気でしたね。続きまして、そちらのティニーさんのパジャマ行きましょう。これも可愛いね。そう、こちらはちょっとあの、80、90、95だけの小さい子用のパジャマ。こちらもですね。あと人気のところで言ったら、これが結構人気でしたね。そう。これめちゃくちゃ、あのもうね、ポンチョに関しては、日でほとんどもう全国から消え去ってしまいまして、もうほとんどなくなったみたいだよね。そう、でもさ、本当にさ、転売でさ、3倍のそうなんですよ。皆さん、この動画の前に言うべきだった俺。確かに、ね、転売で買われた方すいませんというか、あの転売からは買わないでください。まあでも難しいよね、なんか。まあ12月まで待つんだったら。そう、10月に来たい人とかがいるかもしれないっていうのはあるんですけど、まあ受注になったことでね、そんな転売ヤーたちも、ちょっとは滅んだかなと思うけど。うん、でもさ、すごいよね。そのさ、あの列だったり、オンライン戦争に勝った人たち、転売ヤーの、うん、今期もすごいよね。こうやって携帯何個もやってんのかな。でもさ、察知能力もすごくない、うん、これ売れるっていう。だって不安だったじゃん。うん、確かにね。さ、転売ヤーたちはさ、これ売れるぞっていうかさ。だから転売ヤーとコラボしたら、もっといい商品ができるんじゃないの。だから連絡待ちなよ。今日転売した人はナナに連絡して、こういうの売れますよ。そうそう、一緒に作ろうみたいな。え、よくない？いや、ダメだよ。うん。まあそうだね。そういう悪いことしてる人は。でもさ、すごいよね。うん。かぶれたっけ？かぶれなかった。ちょっとちっちゃかった。うん、子供サイズなんでね、無理して。これ結構ね、多分ちっちゃめのニット帽になるから。一回言っていい？あのね、多分小学生とか厳しいかもしれない。まあ、あとパジャマ、トイストーリーの、飛び飛びですか？トイストーリーのパジャマが、あの、人気どころが結構全部人気だったので、こちらも受注となりましたので、はい、皆さん。あとパジャマで言うと、ポンツォね。そう、ラプンツェルは今回こちらの大きい100、110、120のサイズだけなんですけど、こちらのパジャマ。でね、ラプンツェルをね、着てくれてる男の子がめちゃくちゃ多すぎて、私結構ね、もう嬉しすぎて。そう。あとこれも結構人気だった。で、今回ちょっとボトムの方は受注できなくて、ボトム欲しかったっていう方も結構いたんですけど、もしかしたらどこかの店舗に残ってたりとかもすると思うので、探してみてください。こちらのリバーシブルのアウターですね。こちらも受注になります。これもね、クリスマスとかにぴったりだと思うから。あとこちらですね。そう、これね、今回こちらドーピーさん、あ、バシフルなし、このドーピーだけが、これが一番人気だったから、これだけ、これでまあオーバーオールとか、そう、あのアウターとかも着て、坊やにかぶせていきたいね、ってくれるかな、なんてうちの子か、帽子かぶんないんですよ。でさ、なんか帽子をかぶってくれる必須法があれば教えてほしい。でもさ、え、その前だね、昨日そのくせになんか、もう一切ファンなんで自我があってね、なんかカーズの帽子があるんですよ。それをいつもこうやって俺たちがこうやってかぶせてもこうやって脱ぐのに、なんか目離してる隙に自分でかぶったカーズの帽子だけかぶんの、これしかもこうやってかぶってたよ、こうやって乗ってた、うん、であとは靴下ね、なん
ツイッターは。なんでこんなバラバラ。トイストーリーの靴下が、まあ、このね、3足セットのやつね。これが、ベビーのサイズと、大きめのサイズ全部。あと最後にこちらですね。あの、ティニーと同じ型のバッグです。このバッグは、ピンクは今回なくて、緑だけ。まあ、緑の方がちょっと人気だったのかな。なので、緑だけ、受注となりました。まあ、これは本当に大人も使えるのでね。で、あと、そのパスカルの靴下。こちらの、パスカルの靴下も、この、滑り止めあるバージョンとないバージョンのこちらのサイズ展開どちらも再販です。でもね、フランダーとか今日売ってた。今日見に行ったら、フランダーはまだ店舗にね、この大きい方のサイズだけなんだけど売ってたから、もしフランダー探してる方はね、多分それで全部かな。ちょっとね、本当は今日っていうか、そのなんかあれ、ちょっと時系列がよくわかんないんだけど、今日ディズニー行く予定だったんだけど、うん、多分これ着てきたかったんだけど暑い。暑いよね。12月結構ちょうどいいかも。10月なのにさ、確かに去年のさ、12月さ、アウターいらんみたいな感じでさ、うん、スウェット1枚とかでさ、ちょうどいいって言ってたからさ、うん、どんどん暑いじゃん。だから全然これ、クリスマスシーズン始まってからも着れると思う。うん、そんな感じですよ。なので、皆さん、転売をした方、ぜひ、ナナに連絡してください。一緒になんかビジネスを始めましょう。絶対やだ。それは冗談で、あの、本当にありがたいことにですね、今回商品がたくさん売れました。なので、皆さんの買えなかった方いたと思うんですけど、そういうお声が本当に多かったから今回受注になったので、うん、皆さんね、何か要望とかあったら、でどんどんね、あの投稿のコメントに残してもらったりとか、うん、まあその DM になると私しか見れないからさ、私が全部見るっていうのも結構難しくて、うん、投稿に残してもらえれば、まあバースデーの方とかも見れるし、まあ声が届きやすいかなと思うので、これから何があるか分かりませんが、皆さんお願いします。お願いします。ゆるゆるになってしまった。ということで、詳しくはナナのインスタグラムか、概要欄に、あれだよね、バースデーとかの受注のやつを。こちらの動画は PR ではありません。という上で、という形の中でね、概要欄にあれ書くんでね、あの、概要欄。あくまでも雑談です。雑談という形の中でね。本当はね、私たちも初日とか行ってみたかったんだけど、ちょっと行けなくて、やっとね、今1週間ぐらい経った、うん、1週間ぐらい経ってやっと行ったんですけど、5点くらいしかなかった。でもね、本当にその店舗の取り寄せっていうのが便利なもので今できるので、まあどこかの店舗にはあるじゃん、うん、あるかもしれないじゃん。だから一回聞いてみて、レジで。私も今日、甥っ子と姪っ子のやつを取り寄せで、1週間後くらいに届きますって言われたので、皆さんもね、もし今回この受注アイテムになくて買えなかったものとかは、ぜひ取り寄せでゲットしてみてください。はい、ということで、今日の動画以上になります。チャンネル登録。グッドボタン、お願いします。TikTok。Instagram のフォローも、お願いします。では、せーの。バイボー。